いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでタイガーエイズさんからご依頼です。はい、クロニクルのホビーを2つですね。これですかね。で、今日発送、なるべくしたいので、はい、頑張ります。ちょっとギリギリなんですけどね。まあ、カードの枚数もこれ少ないので。多分いつも発送すると大和さんからメールが行きますよね。なるべく明日チャットで。あ、違うわ。一つ PB です。一つ PB です。じゃあこっちでいいですね。じゃあこれ1個取っといて。はい。で、これは未開封でね、発送します。はい。うち一つ PB。あ、だったら全然明日着いきます。はい、今日出します。はい、じゃあまずはプレミアね。ルキドンラス。これなんだ。あ、ドルオブトレードだ。はい、ダビドルイス。これは2つ窓だっけ。2つ窓だ。500。はい。でガブさん、ガブさんとこの2人がよく出るんですけど、ベルジ、ベルゲね、ベルージ、どっちですか。どうなんでしょうかね。これルーキーの99、ルーキー、あ、ギルモアのレイテッド、はい、プレミアはジャージでした。ルーキー、ルーキー、あ、ナショトレのこの色どこですかね。ラリーガのこの色誰だろう。ケンペス、おー、初めてだよね多分。記憶にございません。少ないんじゃないですか多分。どうなんだろう。あ、263、6番、うん、初めてですねこれ、うん、見覚えないですもん。おー、ケンちゃん若い時ね、あ、こんな感じだったんだ。まだねすごいお元気そうで何よりですけど、はい、263、通常で263なんですね。これとゴールドとワンワン、まあ、おお、ケンちゃん初めて見ましたね。ワールドカップの抽選とかアルゼンチン代表彼が引くんですもんね。偉大な方ですよね。フィグのルーキー入れましたね。へえ、ケンちゃんありですね。はじめは店長もね、あ、なんか10のワールドカップ組だとなんかケンちゃん、あ、なんかセミスターみたいな感じなんだと思ってましたけど、いやー、なんかサッカー分かってくると299ですね、うん、偉大な選手ですよね。あ、5枚限定グリーンのバローだ。あ、バローも結構なんかね、人気があるというか。はい、5枚限定の2番です。ジャージナンバー90何番なの。これからだね。うん、で、これはスピレーションですね。ジャージナンバーと逆ね。99から5を引いたのかな。94枚限定です。まあ、正直も楽しめますよね、この商品ね。ガーラ来ねえかなーと思ってんですけどね、またね、なかなかやっぱ出ないですね。あの時ポンポンとこう来てね、ガーラね。はい、ということでサインがケンちゃんの、まあ、やや少ない系でした。まあ500がね通常でありますけど、
店長初めて見ましたよ、ペンちゃん。はい、ということで後悔ありますね。はい、右お客様参加をします。ワン、ツースリー。はい、ノーハンドですね。はい、リフレッシュしたらフォーカードでしたけど、はい、ということでこちらでお送りします。1箱は未開封ね。で、明日着でお受け取りよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。